皆さん、おはこんばんちは、エンターテイナーなべです。さあ、本日も始まりましたダンデライオンスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。はい、スーパーマリオデッセイ実況プレイパート18やっていきます。さあ、クッパ城、もういよいよ終盤といったところでしょうか。クッパとの決戦の場が、もう目の前まで迫っております。頑張っていきましょう。あいべ、なるほど、テンポよくいかないと。あ、しばしば、なかなか難しいね。ローカルコインなんか狙ってるからなんだけど、惜しいじゃん、ローカルコイン。こっから素直にこういって、こういって、こうか。あぶね、よし、よっしゃ、えい、うわ、毒沼でもなんかありそう。出てこういうとこなんかあるよね。全体をしっかりとねチェックして、危ない危ない危ない、トゲ、天守閣ももう目の前か。あ、ここ刺さるの？なんかありそうなんだよな。あー、あそこなんか絶対なんかあった。絶対なんかあった、あれ。いや、行こう。邪魔。どこ？あ、こんなとこだったんだ。お、よところに、どこまで登るの？どこまで行くの？どこまで行くの？まさか。おお、飛べってか？そういうことか？なるほど、面白そう。わかった。でもあれできれば真横から見せてほしかった。なるほど、面白そうじゃない。あっ、わー、今身出てきたし。まあ、天守のとこには普通にね、ワープで戻れるから、
よし。この買うことないかな。ジャンプだけすればいいんでしょ。そういうこと？むずいよそれは。これはむずい。これは難しいね。まあ素直なコースじゃねえだろうなと思ったけどさ。何をしているんだろう。よし行くぞ。あーくそ惜しい。むずっ。あれもはやどことなったかわかんねえぞ普通。やってるやん。いや面白い。すいませんね。このローカルコンも取らないんだ。止まってくれるんだ。軌道修正が難しい。おしょ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 し。てい。気持ちいいね。気持ちいいね。でその途中にあったところも気になるから。この木の実利用していっちゃおう。ちょっと他に行き方あるかな。めんどくそうだよね。これで登りすぎない程度にやっといて、ここだ。どうしていった。本当は開く。あー登れねー。掘りないか。え？掘れなくね？掘れなくね？掘れなくね？掘りの状態でここ掘れねえよな。あ、だ、よし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 。よっしゃ、じゃあ戻りましょう。
さあ、行くぞクッパ。なんかこれだけいつも気になる。こういうとこ気になっちゃうもんな俺。鳥だよ、ここ鳥だよ。鳥いたっけか、この近辺。あ、そうあれか、鳥で登ってきたのか。危ない。手の修復もね、気になる気になるんだよね。まあ、いっか、ギリがなくなる。ツンツン大門の前。よし、行くぜ。あ、いるじゃん、クッパ。ついに決戦か。おい、引くのかい。準備は整った。これから我が輩たちは月で結婚式を挙げるのだ。え、まだ終わんない。月なんか来たけど。あ、ブルダルズ。体勢苦しくない？他の3人乗る意味ある？あれ絶対良いやつ。え、何せっちゅうなの。え、変わっていいんだよね。あ、わかった。来た。あぶねえ。戦い方が分かれば。
あらあらあら、よし、回復、あと2発かな。おお、なんだ、機動力的に無理がある。今思い出したけど、このマリオスターないね。なんだなんだなんだ、目で踏んでるし、よし、お、こらえた。あら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 、よし、あと1体、あ、踏まれる踏まれる、こらえた。危ねえ危ねえ危ねえ、よいしょ、はい、動きね、登れない、あっ、よっしゃ、決戦クッパ城。じゃここも OK だから、に、なに、ラストダンジョンは月ってこと？あと一歩のところでクッパには月に行かれたけど、オデッセイ号なら追いかけられるよ。地球儀に僕をかぶせてみせて。OK。塗装部分とかしてくれたらいいのに。お、治った。オデッセイ号が完成した。塗装も治った。月の国まで行けるようになった。よっしゃ、行こう。お、なに？なんか良さげな衣装に変えてくれたけど。月が見えてきた。月に行ってラストバトルなんて昔のファイナルファンタジーみたい。月の国ハニークレーター、い
や、もうここはあれでしょう。あれこれ探索せず、まっすぐクッパのとこまで行きましょう。決戦、クッパのムーンウェディング。ビシッと決まったじゃない。似合ってるよ。二人はあそこだ。急ごう。無重力、無重力だ。呼吸は？わはなか。逆に、動きづらい気がする。危なっ。フリカンつかめねー。静かの壁。落ちるのかい。うわー、いつの間に建設したんやねん。こんな木の地下洞窟見せてろ。体が重い。あ、確かにジャンプ力が。ひどい今のは。ハンマーブロス。あらあらあら。はなちゃん。ああ、なるほど。よし。ん？お！びっくりしたー。
あ、もうカムなのかね。あ、あそこなんかあったんだ。まあいいや。え？あ、違う。やっぱりこれは無理だ。どうもやってくれ。気づくのが遅かった。よしと。で、なんでや。これだ。よし。あっ、考えたぞ。あっ、星になれんの。おーおーおお、いいね。なんかおった。あ、そういえばこのままおばちゃんもいたね。マダムブルーの仕掛けが覚えてるかい。滝の国でいろいろと世話になったね。ブルーダルズの分もまとめてお返しさせてもらうよ。パワーアップしたワンワンちゃんの餌になっちまいな。どれ、パープって帽子かぶっただけじゃねえ。よいしょ。よいしょ。おーおーおお。確かに余裕だな。やることは変わらん。ほい。こいつだけ今のところ大差なし。危ね。やばい。もう一発だろ。よし。いやー、回復したいな。ボールっぽいですね。さて、次回、今度こそ、次回、クッパとの決戦になりそうです。気を引き締めて頑張っていきたいと思います。
はい、ではスーパーマリオデッセイ実況プレイパート18、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見てくれな。